はい、詩の攻略法です。アルプスの少女、少女ハイジ、オープニングです。詩が出たら何、自然や風景を人間のこと、心情に例えるよ、直引遊戯人法、反復追句法、統治法、体言止め習字技法、現代古語詩、昔文語詩、自由詩、定型詩、上々上々上詩、上々上形詩、上々上々上々上詩。はい、アニキャットムービー立ち、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。